マナコストではなくエネルギーを払うことで唱えてもらい、なんとアジャに2枚目が登場。厳しい。ご視聴ありがとうございます。トロピオ塚です。高野修樹です。今回ですね、新環境のモダン対決やっていきたいと思います。はい、いやモダンホライズン3、はい、めちゃくちゃですね。そうですね。思った以上でしたね。いや、この前ね、東西モダン最強決定戦もあってね、もうトップ8のデッキ、モダバラ3の新デッキばっかりっていう感じで ね、本当に環境変わっちゃった感じですけど、はい、その中ね、いやこのデッキすごかったなっていうのは2つ持ってきたんで、はい、それで対戦していきたいと思います。というわけで、僕が使うのはこちら、ボロスエネルギーですね。はい、いやー、魂の導き手がね、配信でとんでもない活躍を見せていて、だからこれでなんかクリーチャー出て、ライフを得て、エネルギー得るだけかと思ったんだけど、はい、意外とこの3点エネルギー払って飛行を得て、うん、プラス1カウント乗せるっていう効果をね、使えることもあって。なんだろう、2ターン目に3、4飛行で殴ってましたけど。そうそうそう。って感じで、結構やばい。なんか久しぶりじゃモダンでさ、このボロスカラーがさ、うん、ティア1にいるっていうのか。確かに、ボロスカラーっていうと、バーンがね、うん、モダンでティア張ってたけど。うん、それ以来。そうだね。10年ぶりみたいな。感じにね、ボロスが活躍してますけど、今回このデッキ使っていきたいと思います。はい、シューヒー、使うのはこちら、高橋優太選手が使った青黒弓矢マークタイド、こちらを使っていこうかなと思います。高橋さんしかいませんでしたね。いや、オリジナルデッキでさ、でもトップ8ちゃんと入ってて、そうですね、すごいですよね。うん、いや、かっこいいよね、このデッキ。そうですね、かっこいいですよ。俺こういうデッキ好きなんで、うん、そう、オリジナルチューンナップで綿密な分析入ってるっていうのが。カエルで捨てて2マナで通路できるっていう、うん、本当になんか専用期間あるんだけど、実際のところどうなんでしょうかと、はい、ということで、早速対戦やっていきたいと思います。あ、はい、いくぞ。じゃあ対数いきます。はい、4先手で、はい、はいはいはい、こちらキープで、はい、こっちもキープです。はい、お願いします。お願いします。じゃあ闇すべりの騎士をセットランドしてターン終了です。はい、ちょっと下ろします。こっちもフェッチランド、はい、置いて終わりです。じゃあエンド時、はい、ポリオ、はい、オッケー。じゃあデッキトップ1枚いって、うん、これはこっちに落としますね。はい、でその後にカード1枚引きます。はい、でたまりますね。うん、ドローします。ここはじゃあ島をセットランド、うん、ターン終了です。はい、じゃあフェッチ切って、はい、まあね、一旦やることなかったんで重宝ですか。まあカードは、まあ、重宝ランド。はい、出た時に重宝1するということで、はい、どうぞ。こちら、うん、これいらないかな。セールをこっち置いて、はい、じゃあたまります。どうぞ。ドロー。ただ、じゃあ、これから歴史ペンを置いて、ヘッチ切ります。どうぞ。平地をサーチ。はい。さあ、2マナのどれが来るんだ。じゃあ、まずは、こっちから行くか。アジャニ。アジャニ。ダカティルの最下層民、アジャニ。出ますか？考えますね。まあね、変身するためには猫が死ななきゃいけないんだよね。そうだね。変身するためには猫が死ななきゃいけないが、まあなあ、動画でね、よく自分で隣に出てきた猫に除去打ってましたね。そう。ここはちょっとそれは横並びが済んでまずいんで、カウンタースペルでお願いします。最高じゃ消されました。はい、終わりでーす。たまります。ドロー。汚染された三角スントランド、うん、ターン終了です。はい、じゃあ押します。今な、はい、色めき立つ毛竜。はい、出ました。はい、出た時にエネルギー2個得ます。はい、どうぞ。で、これが手札から唱えていた場合は、デッキからどんどん追放していって、これをね、マナコストではなく、エネルギーを払うことで唱えてもらい、なんとアジャに2枚目が登場。じゃあエネルギー2個払って、2枚のカードで唱えたい、はい、ちょっと考えますね。さあどうだ、21がね、21先生出たきた上に、さらにアジャにも出てくる。はい、厳しい。これは、すでに厳しい。はい、そうですね、先にじゃあフェッチ言いますね。はい、持ってくるのは、島で。すごいね、攻め手が途切れないな。途切れないね。1個通すとどんどん下がっていく。はい、こちらは、はい、どうぞ。考慮、お、強い。これは綿密な分析をこっちに落として、はい、バントをします。はい、ででもこのアジャには通っちゃうのかな。このアジャには通っちゃいましたね。はい、はい、通ったということは、21の猫戦士トークン出てくる。はい、終わりです。じゃあエンド時、多くの弓使えば、はい、オッケーです。じゃあここに1点で、はい、じゃあ色めき立つ毛竜が死んで奥軍団が出てくると、はい、はい、終わりです。終わりじゃん、まあ、こっちは OK です。終わりです。ドローします。はい、エネルギー今ないですもんね。エネルギーない。じゃあちょっと攻めますか。おっ、じゃあ5個ウォッチをリブームして、まさかマークタイドきた。マジか。今いくつ、ペルが4枚の土地が1枚なんで777777。マジか。はい、 OK。 じゃあエンドで、いきなりパンチ力高いの来たね。そうだね。だかタンボラを、はい、どうぞ。とはいえね、結構エネルギー出ちゃうカードとか、あとやっぱり1マナのね、エンチャントで熟られるんで。じゃあ先手あります。はい、2-1パンチ、2-1パンチ。はい、うん、でもさっき見た感じ、裏面別にマークサイドいるなら大丈夫な気がするんだけどな。ただ別に裏返す義理もないんで、スルーします。さすがに、さすがにね、そんなね、さすがに裏返ってほしいわけではないので、はい、
じゃあ、戦闘後。はい、どうぞ。島田、正論。まあ、だよね。触れた時に、パーマネント一つ追放できる。はい、どうぞ。じゃあ、もちろん。はい。エナゴの必要追放します。はい、どうぞ。で、エネルギーを2個やるんですけど、毎ターン1個払わないと、こいつは剣を下げなければいけないと。はい。じゃあ、ペチ切ります。はい、どうぞ。17。ペチ持ってきました。はい。山。山。そして、3番。はい。火の怒りのタイタン、フレイジ。フレイジ、きつ。フレイジ出ますね。はい、出ました。じゃあ好きなところに3点飛ばすんだけど、はい、これ猫殺す可能性も全然あるなと思って、まああるね、猫やるか。でも猫やってスタックヤジャに取られると結構損するから、うん、まあ普通に奥の弓使いに倒しちゃう。はい、はい、OK です。で脱出しないんで墓所からやります。はい、はい、終わりです。じゃあちょっとあれだ、あー本体がよかった、今自分の対象取ったいや取ってくれって思ったんだけど、言った通りのことが起こった。いやそうなんだよ、ね、いいです。どうします。はい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 、これは厳しいね。フレイジ、墓地何枚ありますか？墓地いっぱいありますよ。墓地7枚あるね、フレイジ以外。きつい。きつすぎんかな。ハンドは？ハンドは3。3枚か。ハンドは3枚。フレイジがマジで強いな。フレイジ強え。どうしよう。とりあえず抵抗。はい、オッケー。ボトムボトムで。ドローします。タップインして終わり。はい、時間もらいます。はい、どうぞ。ドローして、じゃあ、セイロの。コスト払って、はい、どうぞ。残りエネルギー1個。ここは、まあ、マージしていきますか。4マナ、はいはい、5枚追放して、はい、火の怒りのタイタンフレッシュ脱出。はい、どうぞ。はい、じゃあ出た時、奥軍団に3点。はい、で3点ゲインですか、そっち。ちょっと3点ゲイン。あ、そうか、さっきの3点ゲイン忘れてたね。さっきの3点ゲインしたね。はい、そして戦闘で、猫戦士、ニーチパンチ。はい、スルーです。はい、15と。じゃあメイン2に、聖なる中蔵とアンタップインして終わりです。はい、エンド時にプッシュは。あ、プッシュ。ちゃんと除去あった。はい、OK です。どうぞ。で、ターンもらいます。はい。どうします。え、どうぞ。ここは、とりあえず、うん、綿密な分析をフラッシュバック。はい。3点ルーズして、うん、カードを2枚引きます。ハンドが。ハンドは3枚。じゃあ、セットランドして、ターン終了です。はい、じゃあターンもらいます。じゃあ、ドローして、じゃあ、メインフェーズを返してエネルギー払いました。はい、はい、どうぞ。帰ってきちゃうじゃん。え、帰ってきてくれよ。頼むよ。3-3だけどな。帰ってこないよ。あはははは。戦闘で猫戦士アタック。はい、1点もらいます。はい、じゃあメイン2。はい、どうぞ。じゃあ3マナ。はい、鏡割りのグーワ。鏡割りのグーワはまずすぎるんでカウンターセールしたいです。はい、最高呪文で打ち消されました。じゃあさらに3マナ。おい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 、ひどい声のタイトルフレイシ。あ、まあ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 、はい、はい、プレイヤー3点ダメージして、はい、3点ゲインして脱出してないんで墓地いきます。はい、はい、終わりです。きつい。あと何枚ですか、墓地。墓地ね、あと1枚か。あと1枚。ペッチ切ります。で、正解の下水道。うん。重宝します。はい、どうぞ。じゃあ、誘発で。あー、なるほど。このままで。うん。なんだ。頼もらいます。はい。どうします。トップに置いたってことは相当いいカードだな。そう。相当いいカードです。お、超能力回で。はい。超能力回で出して終わり。おー、超能力回で。まあまあ。まあまあね、やるよ、こいつも。まあ、手を出せたらでっかくなるからね。猫選手アタックできなかった、ちょっと。ドロー。はい。で、じゃあエネルギー冷気拠点。おい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 、粘るじゃないか。手札何枚？手札3枚。3枚ってことは4、5までいけるのか。アタックしてみようかな。スルーで。お、スルー。いや、ここ難しいところだが、いや、ライフはゼロになるか負けじゃないんでね。か、ほな、電気放出。エネルギー払うのは解決時です、これ。何もないです。はい、何もなし、はい、じゃあここは2個払って、はい、4からの2になって、はい、直しました。どうぞ。そして墓地が、はい、5枚溜まったんで、赤赤白白フレイジ5枚追放します。はい、さあ出ますか。カウンタースペル。わー、あるなあるな、まだ。いや、さすがにね。終わりです。はい、溜まります。いや、粘りづらい。結構押し切れると思ったけど、いや、粘ってるけどさ、いや、もう行くしかないから、じゃあちょっと解放されるの待ってたんだけどさ、無理だわ。ザクロ2枚目か。88です。88、やべえ。終わり。いや、一気にちょっと分かんなくなってきたな。ただね、ゲインしてたのが結構効いてるね、これ。そうね。ドロー。いやー、どうしようかな。メインフェーズ、まずはメインフェーズで1個貼ります。はい、これ全部忘れ、めっちゃ忘れるよ。プロの人もね、忘れるぐらいだからね。アップキープの方が分かりやすい。いや、アップキープしてほしいよ。まあ、終わりです。終わり。よし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 、どうします。やべえ、解放されちゃいました。やべえ、俺もやべえ。なんだ。なんもねえ。殴れないんだ。ダメです、負けてるんだよな。あと2回、こいつ2回投げればいいから。いやー、きつい。終わり。はい、はい、じゃあドローします。はい、で、払いました。はい、うーん、やばい、やばい、解放されちゃう。解放されてくれ。じゃあ1マナで、はい、魂の導き手。はい、出ました。はい、クリーチャー出るとね、エネルギーカウンターと1点だけゲイン。いやー、ただクリーチャー出ないよ。あ、終わり。ドローします。
ダクロ帰ってきちゃう。よし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 。これ、メインフェーズに帰ってくるのもね。そ何もなければ。そっちの、俺のメインフェーズに帰ってくる。ってことは、殴れる。受けます、16。はい、じゃあ終わりです。ドロー。やはい、ここで、電気を押していけば、そうだね。受ければ、ドロー。じゃあメインフェーズ。はい。いやー、ダメだった。ブロッカー誕生。いや、ちょっとね、クリーチャーなんだよね。3マナ。はい。鏡入れとくわ。どうした？うわー、追放！追放かよ！よし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 。エネルギー対処してくれね。耐えてる耐えてる。反動3枚。ちょっと墓地見ていいか。はい、どうぞ。墓地ってか追放。対抗呪文2枚使う。3枚使ってる。で、否定の力も2枚。いや、これは、アタックです。2、1と1、2アタック。じゃあ、ブロック。はい。じゃあ1点取ります。はい。頼む、稲妻本体！負けました。よし、分かった。いや、結構ギリギリだったわ。いやー、グーはスルーできないよなぁ。いや、でも引かれたら負けだなぁと思って。頼む2マナのカード引いてくれって思って。呪文ハメ持ってた。呪文ハメ持ってたから、頼む2マナのカード引いてくれって思ってたんだけど。あっちいいこと言った。いやー、願い届かずですね。はい、じゃあサイドアウトです。この2枚、サイドアウトしたいと思います。相手がね、用意してくるクリーチャー、赤い奴らばっかりなんで、ちょっとこういう本体に打つしかないかなと思っていきたいと思います。入れるのはこの2枚ですね。やっぱり濁の姿勢とか、主要能力があるとか、結構墓地使うカードも多いので、墓地を対策するカードを入れたいと思います。はい、じゃあサイドイン。こちらはサイドインしていきたいと思います。横並びするデッキなんでね、毒の濁流と、あと、クレイジーにいいようにアドバンテージを吸われてきたんで、墓地帯を入れて対策していきたいと思います。抜くのはこちらですね。ちょっと綿密な分析、ちょっと痛いんで、あと4マナちょっと間に合ってなさそうなんでちょっと減らしたのと、緻密も結構小粒のクリーチャーが多いデッキなんで、どこに打っててもちょっと微妙なのと、4マナで構えてるのもちょっと辛いんで減らしていきたいと思います。お願いします。はい、キープです。はい、キープで溢れ返る岸辺を置いてターン終了です。はい、よろしくお願いします。こちらも溢れ返る岸辺で終わりです。はい、じゃあエンドでフェッチ切ります。はい、せっかくなんで調光しようかな。はいよ、暇なんでね。で、調光します、はい。ああ、これは悪くないんでもらいまーす。はい。戻します。ランドセット。うん。超能力ガイルは。起きたな、すぐに。これはね、もう。これ、マジ、ブチギレ。いや、ブチギレよかった。ブチギレガイル。ブチギレガイルの可能性ある。はい、オッケー。これまだね、まだ火力しかないでって分かってるから。テールを使いたくねえんだよな、こいつにな。いや、意外とこいつのプレッシャーやばいわ。さらっちにこいつ出てくると。いや、さすがにね、今だったら、今だったらまだ強いはず。はい、情報。はい。いらないな。はい、どうぞ。ちょい、手で押します。どうぞ。今ので、毛流。はい、大丈夫です。はい、じゃあめくります。おい、これね、手札から届いてないと誘発しないから。あ、なるほど。とりあえず出はします。はい、OK です。はい、ということで2体2番、2番で2、1、先制攻撃2体4、2、先制攻撃みたいな感じ。そうだね。どうします。お、飛べんのか。え、そうか、そうか、ぶち切れれば飛べるわ。飛べんのかって。え、ぶち切れる。何のことかな。さすがにちょっとそこまで何のことか、何を言ってるかわからないわ。そこまで踏み込めなかった。そこまではちょっとね、きついわ。いや、こっちもなー。どうなんだい、殴るのって言われるとめっちゃ難しい。これ恨みありすぎるだろ。殴るのか、殴るのか、殴るのか、殴ってもいいぞ。殴れんしょ。殴れないっしょ、さすがにね。まずは、はい、魂の導きで。なるほど、うん、相当強いんだよね、それ。まあいいでしょう、はい、はい、魂で導きて。2体目どう、難しいっすね。はい、どうぞ。出た。じゃあ、1体目の魂の導きての効果でエネルギーを得てライフ1点ゲインします。はい、どうぞ。まあ殴れないっす。はい、じゃあエンド時。おお、多くの見つかり多く、まあまだ1点が増えたな。で、コンシアは。はい、どうぞ。これちょっと学ばないんですけど、氷を捨ててドローします。はい、3もらっていいですか。はい、どうぞ。ドローします、はい。お、悪くないね。回復殴るか殴るか殴らないか。殴っちゃえ。うわー、殴ってきたか。いや、さすがに受ける、受けれるか。はい、受けます。はい、じゃあ、ちょっと待って、はい。これ、ディスカードを。おぉ、ミュータ分析をディスカードします。来たわ。はい。スルーした後に、でっかくなって、はい、2点。じゃあ、2点で。で、誘発。はい。ワンドロー。おっ、いや、これがやりたくて、そのデッキ使ってんだよな。これがやりたくて、このデッキ使ってんだよな、やっぱり。ここは、じゃあ、闇滑りの浮所をタップインして、はい、ターン終了です。OK。ここどうなんだろうな。サイズを通したってことはこっちは殴っていかないといけないんよね。はい、まあ、動いていくしかない。あ、じゃあカウンターステルは、うーん、大工事も。はい、じゃあまあアフターアタックするか。21先生、うん、オッケー、2点もらいました。はい、終わりです。じゃあターンもらいます。はい、ちょっと待った、どうします。はい、はい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 、こうなるとちょっと残して高いあるって感じか。コンバットアタック23。はい、はい、失礼します。じゃあワンドをします。うん、ターン終了です。手札貯められるとな。理想のクロックパーミッションだ。 やりづらすぎる。乾燥台置いて、はい、今の、はい、色めき立つ毛流はどうだ。緻密は緻密か。
1本だけ残したい、1本とか1枚減らしたけどまだデッキのちょっとだけ残ってる。じゃあタイヤでフェッチ切ります。はい、15。タイヤ上に残すんじゃない。カエルくんやばいね。結構カエルはね相当強いと思う。サイカタグとねフィンケルの合体だからね影魔同士の浸透者とサイカタグの合体したクリーチャーなんで。はい、じゃあ取っときます。はい、宿を取られている。取ってもいるけど取られてもいるそうだね、取ってもいるよ。そっちも手札が何枚だ。4枚です。まあこれ以上ちょっとパワー上げたくないから緻密に宮妻。緻密に宮妻。はいはい、しょうがない。終わりです。終わりじゃねえ、アタックする。アタックする。はい、するで。はい、終わりです。頑張ります。で、ドローします。はい、どうぞ。いいね。やめ、ダクラ見て、ダクラ見てこのここでダクラをマジでゲームしちゃう。2点、まあ、まあまあ、はい、する。はい、じゃあ2点。やすぎ、これ、マジで。さあ、じゃあ、満を持してたけど。いやー、来たかー。いや、この2体が並ぶとすごいことになるんだな。すごいよ、本当に。じゃあ、ちょっと綿密な分析はちょっと取っとこうかな。うん、で、それ以外の5枚を追放して、スペルが3枚あるんで、66です。66。この状態で、ターン終了です。しかし、2マナ経ってるんですよね。そうっすね。対抗呪文、見えてるんですよね。ですよね。頼む、そろそろ通してくれ。スペル。通らねえ、マジで通らねえ。さあ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 終わり。はい、じゃあターンもらいます。はい、どうします。いや、ちょっともうフレージ遅いんだろ。もうフレージ、もうフレージ遅いね、これは。じゃあコンバット入ります。はい、アタック8点。まあパッと見8点ですねあ、でも手札5枚捨てたら、5枚捨てたらなんとゲーム決まっちゃうか。え、じゃあブロックしなきゃいけないじゃん。そうだね。ブロック入っていいですか。ブロックちょっと考えますね。いや、ダメですね。ディスカードはいいですか。はい、じゃあ2個で、その後、3枚食いたいです。で、はい、飛びました。で、ここが3枚強されたから、はい、9球ですね。でっかくなっちゃった。でっかくなっちゃいましたね。でっかくなっちゃって、で、飛んで9の、12点。じゃあ、おまけでもう1枚捨てようかなえ、これで 13点。飛びます。はい、負けました。ありがとうございました。やめー。いや、すごいよ。この2体相当すごくない？やっぱり。すごいわ。いや、そこまでたどり着くのはやっぱね、結構難しいというか、うん、その中、ちゃんとね、カウンターとか、除去でいなさなきゃいけないんだけど、うん、こうなったらもう勝てない。こうなったらね、ダクロ、火力じゃ落ちないクリーチャーなんで、うん、やっぱりこうなってしまうと、いや、まくり力半端なかったわ。いや、すごかった。はい、ということで今回ね、はい、シェキとモダンやってきましたけど、いかがでしたでしょうか。いやー、こっちもすごい。いや、すごいね、強いね。めっちゃ強い。フレージやばすぎるね。いや、フレージやばすぎる。やっぱり1万円だわ、と思って。やっぱその青黒コントロール、まあディミアマークナイトの方も、うん、いや超能力ぐらいで、超能力ぐらいですごくない？そう、意外とこっちが21とかしか立ってなくて、うん、そいつが立ってると、いや、こうアタックすると損するよねみたいな。そうだね。あとさ、ブロックしづらいよね、すごい。っていうの、制させることもできるんだけど、そうするとどっちが得なのかなみたいな、うん、あ、そうそうそう、一方取られちゃうからね、うん、もう絶対にどうでもいいカード1枚と自分の場のクリーチャーが取られちゃうから、うん、かなり損な効果に見えて。そうだね、こいつやばいなって。これやばい、すごい。しかも2マナだからね、うん、結構軽いよね、もう軽くて、ダクロとの組み合わせ、うん、そう、さっきも見せたけど、すごいことだったね。カエルがジャンプするとダクロが大きくなる巨大化、撃たれるみたいななんでっつって、どういうシナジーなの。強制関係にあるんいや、すごいわ、マジで。はい、というわけで今回はね、デッキリストなんで、その概要欄に受けておきますので、ぜひ皆さんも組んでみてください。では、面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで、トロピーお疲れでした。高橋幸喜でした。また次回、バイバイ。バイバイ。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければ、チャンネルの登録、そして高評価よろしくお願いいたします。また、マジックのカードをご購入の際は、概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは、次回の動画でお会いしましょう。